はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい、つうことで、本日はですね、こちら、最終上限解放 SSL は芝ということで、古戦場前のラストピースなんじゃないかっていう風に言われてるね。まあ、もうすぐ古戦場が近いんだけど、本当になんか火属性って装備がかなり変わったよね。まあ、芝が最後になるんじゃないかな、パーツ的に言うと。まあ、武器編成とかキャラクター編成とかあるんだけど、まあ、芝が多分最終的にこう、これがどう変わってくるかっていう感じだね。リミテッドシリーズの最終上限解放になってるから、かなり性能とかも注目だね。こんにちは、運営事務局です。本日のアップデートにて、昨年の11月末に開催されたイベントプレイヤーズでも大活躍された異属性の SSL は芝の最終上限解放が実装されます。まずは芝の既存アビリティと奥義を改めて確認していきたいと思います。 SSL は芝、年齢不明、身長不明、種族青少女、種族ナーガラジャとのターブレ。ナーガラジャってのはこのあれだね、この体にまとわりついてるヘビのことだね。で、好き、ヘビ、踊り、人の祈り、苦手、なしと。うん、で、既存のアビリティとしては、まあ、このキャラクターはね、俺のイメージだけど、新しいキャラクターだなって感じがする。まあ、もう古いんだけど、出てきた当初すごい新しくて、一闇の悪滅の炎効果、攻撃力と防御 10% ダウンの消去不可能永続デバフっていうのが、この頃、なかった。たんじゃない。本当に初めてクラスの1番目か2番目ぐらいに出てきて、まずこれは新しいじゃん。でね、このブラフマン・ルドラもね、悪さしたんですよね。もう調整されてんだけど、昔アーカルム石のデスってあるじゃん。アーカルム石のデスって対象選ばなかったんですよ。対象選ばずに、属性選ばずに、誰でも落としてたんですよね。昔は今は闇属性キャラクターしか落とせないんだけど、昔どのキャラも落とせたんだけど、芝を4番目に配置してデスで落とすと、例えばブラフマン・ルドラを使ったら、デスで落としたキャラ以外にこの攻撃アップとダメ上限アップと火ダメ軽減バフを5ターンつけた状態で立ち回れるから、かなり強かったんですよ。うん、まあ速攻調整されたんですけど速攻調整されたんだけど、まあそういった意味で、まあ別にじゃあ今これを見ても壊れてないんだよね。うん、今じゃあそれができたとしても全く問題ないと正直思ってるんだけど、まあこのブラフマン・ルドラの効果とかもそうなんで、新しかったんですよ。 CT12 の効果が長い5ターンっていうアビリティとか、消去不可の永続バフとか、まあそういった意味で芝は俺は新しいキャラだったなっていう風に思ってます。じゃあちょっと最終上限解放どうなるか。3アビが確定 TA、回避、火ダメカウンター、風ダメ軽減、クリ率アップ、奥義効果が自分の攻撃アップ1回、うん、で、マハーカーラが火属性ダメージ特大、第3の目が閉じますと。で、サポートアビリティ破壊の武闘、奥義ゲージが溜まりにくい、通常攻撃の余ダメが高いですと。奥義発動時波動レベルが1上昇、波動レベルに応じて攻撃と TA 率が上がる、崇拝の損心、闘神、味方全体の強化効果、火属性攻撃アップの効果アップ、うん。まずは同日のアップデートにて、最終上限解放前の性能についても以下のバランス調整を実施させていただきますと。で、ターンダバ、サービだね。効果を自分にカウンター効果、回避火ダメ2回、ビブーティー効果。今回の調整により2ターンの間、消去不可のビブーティー効果を自分に付与するようになります。ビブーティー効果は効果中必ずトリプルアタックし、風属性ダメージ軽減とクリ率アップを、付与します。効果量としては調整前と同様、消去不可になることによってより安定して敵にダメージを与えることができるようになりました。あーね、まあそんなに影響なさそうですね。そして今回の上限解放によってさらなる力が解き放たれた芝の強化内容はこちら。最終で強化されそうだね、このサービのターンダバは。奥義が悪滅の雷帝へと変化。悪滅の雷帝発動時は既存の攻撃大幅アップ1回と第3の目が開眼する効果に加え、アビリティ最終間隔を1ターン短縮する。うん、2アビ3アビが短縮されるんだね。また第3の目効果中の奥義がバーシュパターストラに変化。バーシュパターストラ発動時は特大の火ダメージを敵に与えつつ、自分の波動レベルが2上昇、最後に第3の目が閉じます。サポアビ破壊の舞踏の効果で奥義発動時波動レベルが1上昇、バーシュパターストラ発動時は、あ、じゃあ5になるんじゃない。最初に奥義使って1上がるじゃん。で、このバーシュパターストラで2になるじゃん。で、波動レベル2上昇。4か。4だ。うん。2回奥義打てば4上がるっていう感じかな。レベル90になるとサポートアビリティ破壊の舞踏が強化。波動レベルを10まで上げることが可能になり、レベルの応じて得られる効果に防御アップと奥義ゲージ上昇アップが追加。また波動レベルに応じて得られる効果はそれぞれレベル1ごと 10% 上昇、最大 100%。 奥義ゲージが溜まりにくい効果があるため、序盤は波動レベルが上がりにくいですが、レベルごとにどんどん力が増していくので、積極的に奥義を発動してレベルを上げていきましょう。
ってことは2回で4でしょ、1、1、4、5、8、9、10っていう感じになるのかな。だから3セット奥義を6回打ったらいけるから、奥義再発動を付与する効果とか、まあ他にもなんか無名金重剣豪とかやってあげるとなんか結構強そうですね。ていうかさ、あのアビリティの再使用間隔1ターン短縮するんでしょ。これもさ、これもなんかアビリティ再使用間隔1ターン短縮あったら、ニアビの効果ダメージ軽減とかもさ、かなり長い期間使えそうだから普通に強そうだね。1回目の奥義発動がアビ再使用間隔1ターン短縮でしょ。2回目はないよね多分、うん、となるとそうだね。へえ、まあでもなんか奥義系のキャラクターとしても使えそうで面白そうですね。レベル95になるとターンダバと崇拝の尊神が強化、ターンダバーは強化されることで波動レベルが7以上の時、ああ全体か。でこれターンダバーも奥義打ったら短縮されるんでしょ CT が。続いて、崇拝の尊神でいいよね、強化されることで非属性攻撃アップ中の味方のダメージ上限が上昇。おこれさ、リミパーと相性がいいね。うん、これ多分リミテッドパーシバルと相性が良くて、リミテッドパーシバルって3アビ使うと非属性攻撃アップするんだよね。あの短期戦でシバあるかも知れない。うん、あの3アビ使ったら味方に非属性攻撃アップと追撃付与してベシ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 ってぶん殴るんだよパーシバルって、うん、だからそうだよね、これ1ターンアップあるよね。だからシバ採用型の3アビ1ポチとか短期戦はここが使う可能性がありますね。でシバってもともとサポートアビリティで通常攻撃の余ダメが高いっていうサポアビを持ってるから、そういった使い道はあるかもしれないね。リミパーと相性がいいね。レベル100で出現するフェイトエピアをクリアすると、新たな4つ目のアビリティ、チャンドラセカラが追加されます。敵全体に10回非属性ダメージを与え、味方全体の HP と弱体を全。ダメアビで全回復か。強いな。あの、メガリフォーティアみたいな感じだね。パナケイアの、うん。ただし、波動レベルが10の時のみ使用が。さらに再使用はできない制約があります。味方が危険な状態になりやすい中盤や終盤で一気に立て直しを狙うことができる非常に強力なアビリティということで、波動レベル10はさっきも言ったんだけど3セット必要なんだよな。奥義が6回6奥義、ふん、6奥義ですか。結構調整しやすいよね。アテナの4アビとかよりはマシアテナの4アビとかよりはマシだね。アテナの4アビって10ターンじゃん、うん、10ターンとかだったら調整効かないんだけど、例えば奥義打ちたいとき、奥義6回目を打ちたいってなったときに、じゃあ主人公が多神人持ってもいいし、例えばだけど無名金重剣豪を使ってもいいし、波動レベルを10にするっていうのは調整が効くんでいいんですよね。10ターン目にするって調整、ターン系統って調整やっぱ効きづらいんだけど、奥義の回数っていう条件はフルオートの場合だったら調整ができるから、まあ、そういう意味だったらフルオート系で言うと波動レベル10の方が10ターン目とかよりやりやすいかな、まあ、ただ奥義オンフルオートにしないといけないから、まあそのあたりはちょっと一長一短。例えば、パナケイアのメガリフォーティア、味方全体 HP 全回復とかは10ターン目な条件なので、奥義を打たなくてもいいから、奥義オフフルオートとかでも使えるんだけど、こっちはもう奥義オンフルオート以外では使えないとか、まあ一長一短ではあるけど、なんか個性あっていいですね。最終上限解放のエピソードでは、かつて破壊と再生の救世主として芝が救済したはずなのに、再び魔物が溢れ、不治の病が蔓延してしまっている島に主人公たちは訪れます。連鎖していく絶望に直面しつつも、芝と共に主人公たちは島の人々を救おうと奔走しますが、果たして絶望を打ち払うことができるのか、気になる物語はぜひフェイトエピソードにてお確かめください。今後ともグランブルーファンタジーをよろしくお願いします。ということで、そっか、なんか短期でも長期でも使いそうな感じがするね。うん。短期だったら、このサポーターアビリティの属性攻撃アップ中のダメージ上限アップ、これ効果量による、正直まだ来てないよね最終上限解放。効果量にもよるんだけど、ダメージ上限アップの効果量によってはパーシバルとの組み合わせっていう形で非属性攻撃アップダメージ上限アップっていう動きができそう、うん、で長期で言うとチャンドラセカラの全回復もあるし、まあ、全体的にバフされてるよね、うん、まあ、ただなんか波動レベルを生かすっていう動き方をするよりもあんまりしなさそうだよね。波動レベルを生かしていきましょう奥義特化ですってやつよりは、なんか普通に使うことになりそうだけどね
っていう感じは正直するんですけど、どうでしょうか。まあもし、まあただね、やっぱり、あの、ニアビの効果、非ダメージを軽減、ダメージ上限アップ、全体攻撃アップっていう、まあこれ結構強いから、まあこのあたりとかも、もうこのあたりもパーシバル、リミパーシバルでさ、ブラフマン・ルドラ、パーシバル3アビみたいな。そういった動き方、シバ、ニアビ、パーシバル、サービーみたいな動き方もできるだろうし、なんか短期で強そうだなーってちょっと思ったけど、どうだろう。はい、皆さんもご意見あったら下のコメント欄で教えてください。最終上限解放シバ性能の方を見ていく動画でございました。それじゃあまたお会いしましょう。じゃねん、バイバイ。